望む君の未来のぞきみ18回目。今日も一日頑張るぞい声優さんが同じですからね。でも最近改めてなんか高田裕樹さんボイス素晴らしいなというふうにね、このゲームをやって分かりましたね。このゲームどういうファンに勧めたいかって、やっぱ高田裕樹さんのファンの方はすごい楽しめるんじゃないかな。いろんな職業を演じる高田裕樹さんボイスを聞けるっていうね。あの方って挨拶が独特な方なの あんま知らなかったんだけど、最近になって YouTube とかでちょくちょく調べるようになってっていう話はまあいいんですが、今回はそうだ、世界の秩序か。前回は世界の摂理言ったんだもんね。世界の秩序と都市伝説またとんでもない就職先がありそうだな。だって前回総理大臣と悪の総裁どういうことだよ。世界の秩序いきましょうか。体力80ね、わかった。あと前回スポーツウェアが解放されたんですよ。着替えてみようか早速。サチいきなりだけど着替えてこよう。メモ探し、メモ探し。世界の摂理、摂理、いや違う、摂理じゃない、世界の、世界のなんだっけもうすぐ忘れちゃうな。いやでもないな、ないっぽい。ボリンク、スポーツウェアはどんな感じ。んどれだ、ああああこれか。あ意外といいかも。これフィットボクシングですよ完全にこの衣装ならさ、カチューシャがいいんじゃない。お団子にしようか。あお団子似合う。もう下着、おパンツ指定してもさ見えないよねこれだとね。でももういつもおパンツ丸見え状態だったから逆にこれいいな。あいいじゃんいいじゃん、似合う。これはいいインストラクターになりますよ。インストラクターエンドあったな、そういえば。へえ、どんなに近づいてもパンツは見えない。いいのあるかな。珍しいな、おパンツ見えないって。この子のおパンツが見えないことなんてあるんだねと今回もひたすらドリンクを飲み続ける。正直やることがないんでエンディング2つやります。いいのあっこっそ。生活環境、知力、いいのあるかな、うん、何があるかな、これこれ。ああれあるかな、あなんだっけ、腹筋ローラーだっけ。あ落ちた。なんだっけな、世界の秩序40か40、40、80、60、80。分かった。とりあえずまずはパラメーターを目指しましょう。ひたすらドリンクです。ドリンク、ドリンク、よいしょ。そろそろなんか落ちてそうだな。生活環境、ああ違うか、世界の摂理か。世界の秩序が必要なんだよね。ないな。いいのあるかな、何があるかな、これこれ。あれないな、体力見落とし。いやいやいや、なさげですね。落ちた、おっぱいのアップで落ちた。ってなると80だからまだまだだね。80、60、60。世界の摂理は何エンドになるんだろう。とりあえずドリンク、なんと、よいしょ。
これ連チャンで選びたいんだけど、カーソルがね。いいのあるかな、何があるかな、これこれ。体力ないな、メモが全然落ちてない。いいのあるかな、何があるかな、顔面、これこれ。ああ体力、憧れ、接客、あー腹筋、腹筋やりてえな。スポーツエアで腹筋は理想だよな。女子力、ない。あ、ドリンク、ドリンク、ドリンク、ドーピングの時間じゃ。いいのあるかな、何があるかな、これこれ。そろそろ、60、40で忘れちゃうんだよな数値を。あ、生活環境が足りてないんだ。まだ生活環境と自尊心80。わかった、飲み続けよう。4社からな、うん、もうさすがにそろそろ目も落ちてないと不安だぞ。農業、運命か必然、緊張、いい日だな、いいのあこ。これは生活環境を上げて、昭和の警察、いいのあるかな、何もあ、都市伝説あったね、これこれ。自尊心、都市伝説拾っとくか。いや、いいか。いいのあるかな、何もあるかな。え、全然落ちてないな。え、こんな後半にまとめて落ちてるか。あら、ちょっと待って、すごく不安。ってなると、都市伝説の方に切り替えるっていう手もあるな。ちょっと待って、サチ、拾おう、拾おう、ちょ、拾えるか。ちょっと見落としてるかも。こっちにもない？あら、どうしよう。都市伝説が、よし、拾った。この先にまだ落ちてるんなら都市伝説エンドいけるな。そっか、3枚あってこの段階でないってな。あれ、なんか急に難しくなっちゃったどうしよう。世界の秩序、ん、世界の秩序、都市伝説、1枚もないってあるか。とりあえず後から下げれるから、体力、あ、いや、まあいいか、体力上げて、体力、女子力、自尊心ね、体力、女子力、自尊心、覚えろ覚えろ俺。よし、うん、かわ、ほい、頑張れ、頑張っていけ。やる気と、なんだっけな、やる気と元気は勇気からみたいな挨拶が、高田勇気さんはなんかおなじみの挨拶っぽくて、全然俺にわかで申し訳ないんだけど、なんか YouTube で動画見てたらそういう挨拶をたくさんしてたあ、こういうテンションの方なんやと思って。あれ、マジで落ちてねえな。ないね、ないね。何があるかな。あ、これこれ、自尊心。 YouTube ってほんと検索使いづらいですよね。いいの、いつ、2、3年ぐらい前からやたら使いづらくなってないですか、検索。検索結果とは別のがなんか
3、4件表示されるあの仕様何なの。あれ得してるやつ誰もいないだろう。いいのあっこっそ。変わっていきますね、そういうサービス。体力でいいんだっけ。ちょっと待ってよ、都市伝説も落ちてないで、世界の摂理が何にもない。あ、世界の秩序が、秩序は満たした。都市伝説に行くならあと知力を1本飲めば OK。 落ちてねえんだよな。でも次行こう。むず、急にむず。うん、厳正なる。これが今チャプター何、8か7か。気持ちいい。さすがに、さすがにだろう。そこそこ。反面接客スーツ、ないよ。燃える心、これは角度が反面か、上からがいいよな。あ、これは、あ、ん、違う、摂理じゃない世界の秩序か。ない、こんなにない、マジか。都市伝説もない。なんかちょっとやっちゃったかもしんないです、ごめんなさい。あら、困ったな。どこで落ちてるかは覚えてないぞ、ちゃんと全部なんて。あー、世界の秩序、世界の秩序初めて落ちてた。世界の秩序がいっぱい落ちてるってことあるか。よいしょ。ないな、ないな、ないな、ないな。これが世界の秩序か。都市伝説がない。ちょっと今回おパンツ見る余裕ないぞ、本当に。これ何、何、世界秩序の三大原則、信じる道は常に疑い。次行こう。これででも1枚ゲット、チャプター9に2枚落ちてるとかかな。どちらにせよここでパラメーター整えるぐらいの勢いでいかないと。神のみぞ。これは、あ、運命必然。テンション上がる。テンション上がってる。俺今必死だよ。サチちょっと待ってね、サチ。運命必然。あ、摂理か。摂理。都市伝説。都市伝説発見。あ、秩序もある。いい日だな。ん、でも秩序2枚目だね、まだこれで。ちょっと早送りの、信じるの、信じないのってなると、世界秩序の三大原則、世界の秩序が、あ、やっぱ1枚目拾い忘れてるわ。2枚目3枚目を今ゲットした感じだもんね、メモ。じゃあちょっと切り替えて都市伝説エンド行きましょう。知力を上げよう。知力、ドリンクじゃ。いい日だな。うん、いいのある。都市伝説エンドも何が何やら分かんない。何になっちゃうの、この都市伝説化するの。まあ座敷わらしと一緒に住んでるぐらいだからな、そりゃ都市伝説だわな。よし、これで、エンディング条件満たしたんで都市伝説エンドいけますね。うん、バッチリ。そっか、秩序ダメか。今日チャプター10は落ちてないもんね。望む君の未来。そうだよね、落ちてないもんね。8、9に落ちてたってことはその前にやっぱあったんだ。どこで見落としたんだろう。はい、この後秩序行くとして、今は都市伝説エンド。
素晴らしい。大学時代に10回アブダクションされた。アブダクション通路を歩いていた時講義を受けていた。やばい子になってきちゃった。なんかお手洗いで手を洗っていた時、食券購入時、この子の未来何でもありだからね。様々なタイミングでアブダクションされた。気づけば毎回自宅のベッドで寝ていた。この度なぜか様々な宇宙船の模型が机に置かれていた。ついに幸宇宙へ。そんな中で一つ失ったものがあった、うん、失望の中宇宙船の模型をいじっているとカチッと音が鳴った。全然何エンドか分かんない。宇宙人エンド。まさか。ここは地球から5000光年離れている宇宙人になった。その惑星を囲むように宇宙人になれるんだ。地球人って戦艦が臨戦態勢を取りつつ展開していた。スターウォーズ。張り詰めた空気の中で乗組員たちはひときわ目立つ戦艦にいる私の号令を待っている、うん、ここまでかっこいい。だったな。かっこいい。宇宙に放り出され右も左もわからないまま。おっぱいすげえな。やっぱポリスに捕まり脱獄し反旗を翻した。これ何エンド。そして船員や宇宙船古代兵器を探したり、うん、柱海賊みたいな共存宇宙海賊ってこと。最果て星とコブラコブラなの。それは紛れもなくやつなの。経験と知識を得た全ては、いや顔よ、私の大切なものを返してもらうため。これが私の覚悟だ。一斉砲撃。指示を受け取り待機していた戦艦がエネルギーチャージを行い、どんな展開だ。歪み始めた。一方その頃惑星内では、もう無理どうしてこんなことになってしまったんだ。後で知ることとなるが、私をアブダクションした後、うん、古い宇宙船の処理に困り、私の部屋にコンパクトにして捨てていたらしい。そんな中最後のアブダクションが行われ、何なのアブダクション。アブダクション言ってるけどしまったものがあった。それは私が大切にしていたもの。これだけの戦力差があれば余裕ですね。そういえば結局お嬢は何を繰り返したいんです。これだけの準備を持って挑む私の覚悟、その詳細が聞けると聞き耳を立てていた船員たちの固唾を飲む音が聞こえてきた。そうだな、私の覚悟かっこいいな。それを知る権利はお前らにもあるな。私は大切な風民人形を奪われたんだ。私はあの人形がないと安眠できないんだ。しゃくれ具合、風民人形、ほのかな色合い、もっちりボディ、そのどれを取っても安心できる。そう帽子についた。すげえどうでもいいことで船員たち宇宙征服しちゃった。周りの船員を見てみると、そんなに驚くことは。ああいい表情。いや驚くのは可愛いな。サチのいろんな表情見れるのいいな。そうだよな。いつも爆睡しているとか言った船員の顔を覚えつつ、一応神様に、いろんな職業になるのは分かっていたけど、まさかこんな宇宙行くとは思わなかった宇宙行くとしてもさ、その宇宙なんかどうしてだろう、うん、困惑している音が聞こえる。セーター、へえ、セーター解放か。なるほど。これ何エンドだったの。望む君の未来、宇宙エンド。ちょっと見てみましょう。これ、あ、宇宙海賊だ。やっぱりそれは紛れもなくやつさやっぱね、このゲームはね、高田裕樹さんファンにおすすめしたい。いろんなボイスを聞けるのが面白い。目がさ、うん、神様がいる。よし、じゃあちょっと次は世界の秩序狙っていきましょう。8級に落ちてたんだよな。
8球の前にどっかに落ちてたんだな。どこで見落とした？やっと。あとセーター見てみよう。セーターってもしかして下何も履いてないみたいなパターン？さあ待って、ちゃんと探そう。スーツの着方、農業、燃える心、いやないんだよな。あ、世界の速さない。え、じゃこれさ、童貞殺すやつや。童貞殺すえ、これ後ろどうなってんの。とんでもないもん来ちゃったよ。うわ、童貞を殺す幸この子もう何でもありすぎるよ。ああ、お前どこで買ってきたその服暑いのか寒いのか、あ、もう丸見えだもう丸見えだこれ。なるほどなるほどね。うん、これはアブダクションされてるわちょっとじゃあ今のところ落ちてなかったちょっともう、ま、これほぼ裸やん。大丈夫？これさ、サムネにできるかな、これ。童貞を殺すセーターって、いや無理だなこれこれ無理だな。後でスポーツウェア着てサムネの画像を撮りましょう。とにかく今はパラメーターを、はい、今は落ちてなかったんで。すげえなこれ、ブラしてないしね。童貞を殺すセーターよりなんかあれじゃない、露出多くない？こんなだったっけ、胸元開いてるぐらいじゃなかったっけ。いいのあっ、しゃ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 、もうこの子ったら一人暮らしではしゃぎすぎだよ。見られてるとも知らずにめっちゃ見てんぞ。知力体力ね、知力体力、いつもごちそうさん。はい、メモ探しましょう。メモ、摂理ね、摂理は落ちてた。違うんだよ、摂理じゃないんだよ。ない、ないね、ない。あ、待って、こっちはないか。いいのあるかな。ごちそうさま。なさげ。じゃあとりあえずドリンク飲みましょう。知力、これで知力バッチリ。セーターすごかったなにしても、あ、ごめん、触っちゃった。触るとタイムロスになっちゃうんだよな。これ体力、もうこうなってくるとファンタジー系何でもありになってくるから、宇宙海賊になっちゃうぐらいだからもう何が来ても驚かないよこれは。もう体力、なんだろう、何エンドになるんだろう、世界の秩序。あ、落ちた。世界の秩序、体力、女子力、自尊心。わかった、明日頑張ろ。メモ探し、おいほう、なんと反面ドクター。あったこれ見逃してたんだ。この辺いつもちゃんと調べてると思ってたのに、見逃してたのか、マジか。何か飲むようじゃな。でもこれでもう問題ないわ。あと残るは8、9に落ちてるってさっき確認したから、パラメーターをあとは整えれば問題なし。はい、体力は上がる、宇宙海賊になろう。
最高感だ最高感。いいのあるかな、何があるかな。でもそんなそんなん来てももう驚かないぞ本当に。女子力上げるか、もう何でもありだからな。薄い幸の未来の可能性凄まじすぎるよ。何にでもなれる女子大生って、何にでもなれる。あ、さっき言ってた人形ってこれのことかな。あ、違う、こっち風民人形。これこれ風民人形、どれだろう。寝るときっつってたからこっちの熊のぬいぐるみかな、これかな。いいのはごっそ、あ、自尊心、よし、オッケー。これで、あ、体力がまだちょっと足りてないか。世界のセッ、秩序。体力、女子力、自尊心、まだっすね。うん。4者からない。ほい。一歩踏み出す。体力。なんかな。体力、女子力、自尊心。ベンチプレス持ってる一人暮らしの女子大生っているのかな。玄関にしかも置いてるっていうね。でも綺麗な部屋だよね本当に。一人暮らしでこれだけ綺麗にしてたらね、立派だと思うよ。特に若い女子大生で20歳ぐらい、俺も20歳から一人暮らし始めたけど、まあ散らかしちゃったというか、最初のうちはさ全部家具とか一色で揃えるぞなんて思ってたけど、すぐに崩壊したもんな、そんなもん。うん、綺麗にしてるよ、さすが女の子。自尊心、これでどうじゃろう。自尊心もう一本だ。はい、これでパラメーターはよし、いっちゃおう。じゃあもう8989に落ちてたから、世界の秩序、よし OK だな。これが今チャプター6。あ、じゃあサムネ用画像撮りましょう。着替えよう。やっぱスポーツウェアで、あこ、あ、いや運動は、運動はこの前もやった、使った、サムネに使った。意外と気にしてんだよそういうの、なるべく被らないようにしてんだよ。いい日だな。なんかポーズでも取らせようか。最近ポーズ解放されないな。まあこのセーター、セーターがいいけど、これはねどこ切り取っても YouTube 的にアウト、アウトなんだよな。スポーツウェアにしよう。まだこっちの方が、まだというか、うん、これじゃないと無理だろう。で、お団子にして、下着は、うん、まあじゃあ、ヒョウ柄。気合い入れていこう。よし、サチ、何かポーズを取ってもらおうかな。あ、ダブルピースやってなかった。サチ、スポーツウェアダブルピースしようよ。ほい。あ、かわいい。結構動くんだ。あ、結構動くんだ。イェイイェイ。あ、結構動いてくれる。ちょっともう一回いい？良きところで切り取るから。いいんじゃない？いいんじゃない？健全だよ、健全。健全だよ。でも肌色が多いとさ、YouTube ってアウトされちゃうみたいなことを聞いたことがあるから。ちょっと待って、もう見たい、見たい。童貞殺しダブルピース見たい。童貞殺しは、カチューシャがいい？いや、カチューシャ意味わかんねえか。普段がいいか。お団子似合うんだよなぁ。あ、サイドポニー。寝ぐっ、あー、寝ぐっせねー。いや、でも普段がいいな。黒にしちゃおうか、刺激的に。これは素晴らしい。有料店です。有料店でございます。はい、ダブルピース。ダメだろう。イェイイェイ。後ろからは
なんだこりゃ、なんだこりゃ、なんだこりゃ、何してんのこの子。ブルンブルン、ブルンブルンですわ。はあ。もうほんと以前の時も同じこと言ったけど、仮にうちのこのゲーム実況チャンネルのアカウントがバンとかされたらこのゲームのせいだからな、絶対絶対原因このゲームのせいだよ、これ。次行こう。おー、危ね、怖え怖え。よし、じゃあこれ今チャプターチャプター7関係ねえな、8、9に落ちてたんだよな。はい、8、9どこだったっけ。秩序か。ふむふむ、世界の速さ、憧れ、どこだったっけ。昭和、あれ？ない？いや、ないわけがない。あ、いや、違う。ん？あれ？どこどこどこ？世界の速さ、あれ？あったーあー、びっくりした。世界の地図上、これを拾ってもらって、世界秩序の三大原則、よし、オッケー。信じる道は常に疑え。信じる道は常に疑え。何変動になるんだよ。あと1枚、あれ真ん中。いやいや、でもさっきも9で拾ったやつが真ん中にあったから、夢を叶える、あんま順番関係ない。いやでも、9の時点で2枚しかないのはおかしいから、秩序、うるせえなどうしたどうした、イエーイ、やべえやつだな。あー違う、都市伝説、あー発見、いい日だな、いい日だな、世界秩序の三大原則、よし、割ってはダメ、潰す程度に抑える、バッチリ、いいね、条件満たした。エンディングいきましょう。よかった、なんとか今回も2つのエンディングを。なんだろう、世界の地図上ってスーパーマンとかヒーロー系ありそうだな、秩序っていうぐらいだから。だってこの前仮面ライダーのなんか敵みたいななんかなってたもんな。頑張ったの、素晴らしい。大学時代、隙あらばボランティアに精を出した。普通これボランティアエンド、街に出かければ困っている人に声をかけ世界を旅する。規模がでかいぞ、危機を解決した。規模がでかいぞ、土地の危機解決しちゃってるぞ。行動を起こしていると怖いこともあった。ナンパ目的で声をかけられたり、武装した大人たちに囲まれたり、マッドサイエンティストに追いかけられたり、どういうことだ、それらは全て倒した。武器は何も使わず、強え、己の肉体のみで気絶された。文句だ、文句エンドだ。そんな私は今、修行僧とか。あ、こちらトゥルーベル、予定ヒーローだ、目標地点に到着した。魔法少女、あ、いや、ヒーローだよな、トゥルーベルトゥルーベル、いいね。これから私はアクデアールの幹部と思われる男を確保し、アクデアール戦闘に入る。ああ、この前のね、そっか、じゃあ世界の摂理と世界の秩序はちょっとついになってる感じのエンディングだったわけか。了解した、相手は怪人の可能性があります、お気をつけください。なるほど、心配はいらない気もしますが、最後すごいコスプレしちゃってるな。通信を切られた、その対応にかっこいい、カッときたから八つ当たり気味に地面を殴り、生まれを起こした
超強い。地ぼこりが舞う中、とりあえず先に進んでみると、突然の出来事に驚いたのか、体を震わせている私はアクデアールの戦闘員たちを見つけた、うん、戦闘員たちが私を見るなり、顔を青くしクラッシャーベルだ、クラッシャーベルって呼ばれてんのなんて叫んでる。これあの看護婦さんの人かな。ルーベルなのに化け物、脳筋、破壊神、悪魔、人でなし。あ、これはね、そんな失礼な言葉を投げかけ逃げる戦闘員を殴っては投げていると。前回の悪の総裁エンドの方が平和だったねすごい逆なんだ。なんてすぐに逃げようとしてるのよ。ヘリから降りてきて戦いなさいよかっけえなこれ。よくぞここまで来た化け物。化け物言われて、普通に怖いから逃げる準備をしていたところだ。さすがにヘリには追いつけまい。今宵は我ら私はアクデアールの逃げ勝ちとさせていただこう。誰が化け物よ。ヘリくらいなら追いつけるわよ。それにヘリ追いついちゃうんだ。私はアクデアールって名前口に出すのが恥ずかしいのよ。解明しなさい。その言葉を聞き終えると、青ざめた幹部とヘリの操縦者はそっとヘリを着陸させ降りてきた素直じゃん。めっちゃ悪いやつらじゃないからね。確固たる否定をしました。こっちの方が悪そうだよ、よっぽど。なんでそんなに解明を拒否するかわかんないけど、まあいいか。トゥルーベル、任務完了。これから基地に戻る。トゥルーベル、お迎えは必要ないわ。基地まで30キロくらいでしょ。20分くらいで着くから次の任務の準備よろしく。通信を終え、幹部たちを拘束し基地に向けてかけていくと、心地よい風と一緒に首の鈴からチリンと聞こえた。ちなみにヒーローネームは私が考えた大切な名前。この名前に恥ずかしくないように頑張るね、神様いろんな意味で恥ずかしいんだけどな。ダボシャツが解放。ダボシャツ、へえ、なんか大きめの T シャツみたいな、そういうやつかな。あー、でもだいぶ埋まってきましたね。なるほどな。望む君の未来。今回のエンディングすごかったな。宇宙海賊とスーパーヒーロー、これ、あー、まあヒーローかもうこの辺とかも全然普通だね。アイドルとかさ全然普通なんだ。こっち来てからすげえなあ。悪の総裁、ヒーロー、宇宙海賊、これ残りどうなっちゃったよ残り、楽しみだなあ。なるほどな。いろんな幸に変身して童貞を殺しまくっておりますねいやー、面白かった。今回この辺でご視聴ありがとうございました。